今日はですね、はい、ホテルに泊まってるんですけれども、このホテルのお部屋でかくれんぼをしたいと思います。パパが鬼になります。皆さん隠れてください。全員見つかったらパパの勝ちね。はい、じゃあやっていきましょう。ダーシマ動画チャンネルオリジナルグッズ好評販売中。隠れてね。じゃあ隠れてね。隠れ終わったら呼んでくる。はーい。はーい。はい、では。はい、では。皆さん、隠れてください。みちゅきは自由に動いてますしゅ。あーちゃんそこでいいの？隠れてないじゃん。なんかめっちゃ鳴らされてるベル。いいよいいよ、はい、隠れて隠れて。そこじゃ見えちゃうんじゃない？あーちゃん、あーちゃん、じゃあもう一個してあげるわ。はい、いいですか？いいよ。もういいよ。ありがとうございます。あ、はい。いいですか？はい。はい。じゃあいきます。あ、みつき見て。いや、みつき隠れてない。さあ、それでは、お部屋隠れんぼ。はい、みっけ。はい、ガラス見つけました。はい、見つけました。はや、お前はや。さて、お風呂場です。お風呂場見せて。じゃあちゃんもね。すごい入れない。ちなみにね、今日のお部屋こんな感じのパークビューなんだ。すごくね。めちゃすごいよね。今のうちにカナともう一回隠れてもいいよ。さてさて、大丈夫でしょ。さてさて、この鹿とかはいません。ケッキー、ミミと兄ちゃんどこ行った？わかんないか。この辺とかありがちな、このベッドの下とかね。ベッドの下にはいませんね。こっちは、こっち開けましょうか。開けてください。はい、入れないね。こっちはさ、あれだもんね。 あのちっちゃいベッドが予備ベッドみたいなのが入ってるから、ここには入らないよね。僕、うん、はあ、いねえな。もしかしてパークにいる？そんなわけない。なわけない。あ、ちょっと見せてください。これ新しいグッズじゃないですか。そうです。めっちゃ素敵じゃないですか。いいでしょ。これいくらだったんですか？19万8000円。違う違う、19万8000円。もういいよ。19万8000円。お風呂入りたくなっちゃうね、これ。カナとミッケ、
カラとミッケ。なんで俺いつも見えるとこにいるから。よっしゃ、カラト見つけたぞ。あーちゃんを見つけて早く。あーちゃんみっけ。あーちゃんみっけ。もう俺が頑張って隠れてる。もう一回戦やりましょう。じゃあママが鬼やります。バレない、白くしとけ、バレないから、大丈夫、大丈夫。じゃあ、OK ね。まだかな。うっつ、うっつ、うっつ、いいよ、はい、スタート。お部屋かくれんぼ、スタート。さあ、どこでしょうね。みっちゃん、きがしっかり探してください。何でもない。フローケ。違う、フローケじゃないでしょ。バスタブ、バスタブ。あ、バスタブか、白いもんね。そう、うん、なんか声聞こえるけど、とりあえずちょっとこの辺一回スルーして、はい、ママ。はい。これ冷蔵庫だもんね、普通のね。超普通の冷蔵庫だもんね。さっき誰も隠れてなかったから、ベッドの下かな。あ、ここ入れないんだっけ。入れるとしたら真ん中しか入れない。そうか、じゃあここだよっ。ちょっとさ、見てよ、景色。あ、景色ね。景色見てよ、どうよ。いや、すごいね、パークビュー。でしょ、すごいでしょ。この景色が、今回なんと受験ですね。やだ。うん、ないよ、難しいでしょ、難しいでしょ。これはだってもう完全なのトリックみたいな。いい、あと探してよ。いないなぁ。あーちゃんも探してとか言われて。先に隠れてたとこ見つけました。じゃあちょっとなーちゃん、ちょっとなーちゃん、ちょっとなーちゃん。あ、いいよ、見てきて。これだってどっから見てもさ、バスタブだよ。いや、これはバスタブだよ。嘘、じゃあ入ってみていい。いや、それはちょっと見つけた。絶対バレないと思ったのに、絶対バレないと思ったのに。イエーイ。バレるでしょこれ。パパがやってたの。いや、ここいいなと思った。あ、でバスタオルかけて。まあ、じゃあ次、あのラスト2位。あれ、これこんなでしたっけ。見た見た、猫たん。見た見た、猫たん。また見てみなよ。見た見た、猫たん。入ってきた、お前が入ってきた。はい、残念でした。はいはいはい、はい、出てきてください。イエーイ。はい、じゃん。ユニバーサルスタジオジャパン。なんか、全部で。
作ります。本日のお部屋こちらです。すごい、いいですか、目開けますね、はい、すげえ、うわうわすごっ、やばい、めっちゃやばい、パークビューじゃん、はい、パークビューじゃん、あ、マリオの中、マリオ、本当だ、マリオ、マリオ、すげえ、パークビュー、マリオじゃ見えちゃってる、パークビューですわ、パークビューですわ。はい、というわけで今日はね、このユニバーサルスタジオジャパンのホテルのお部屋でかくれんぼしてみました。はい、はい、楽しかったね。うん、そんなわけで今日も最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日この辺でバイバイ。バイバイ。ダースマ公式 LINE ができたよ。僕たちの友達になろう。